何これハイパーゲーム大会の話カッサンが、あの、カッサンっていうのやめなね。僕なんで呼ばれたんですか確かに。え、これ聞いてええの俺。いらんねん。いや、必要やから呼ばれたんやろいや、呼んでいただいた以上はね、僕はね、あの、加藤さんのね、ためにね、盛り上がるように頑張りたいと思いますよ。ハイパーゲーム大会6の質問に答える。あ、で、俺に触れてたんや。何言ってな。久々にあれやな。 向こうがめちゃくちゃお願いしてたうせやろうせやろそそれそれで聞くの怖じゃあうツアーハスだけじゃなくてあの…マカウともちょっと話した時に「あおいちゃん呼ばれたんって?」言われた俺 <laughs> <laughs> うんみんな俺出やんって思うのやめてくれやん出ます え、ま、まだ呼ばれてない可能性あるちょっと聞いてみよう。な、やったんウィンドちゃんの何え、ミタペラちゃんも相当優秀でしょ。うんうん。おえちゃんは何の枠で呼んだんですかいや、おえちゃんはおえちゃんの枠で呼んだよ。え<っ>別になんかそんな、裏も表もない <laughs>。<laughs> え、でも、あの、プンレクに意地悪したくて、えー、おえちゃんどうしよっかなーってことでなんか <laughs>、 じゃ悪、あの、影で悪口を言ったよ。<laughs> いちゃんどうしようかなったのあ、そういう落ち役なん俺ち。ちょっと、こねくり回したよ。意地悪はしといた。ちゃんと。みんなおいちゃん嫌いじゃん。<laughs> ちゃんと片手取,取った、取った、取ったから、まあじゃあ、おいちゃんも呼びましょう。裏で出会ってた分は俺が叩いといたから、もう気兼ねなく出てきてほしい。まあでも、一生懸命準備はしてるんで、まあ楽しみにしててください、来る人は。気合は入ってますよ。 あの、たぶん、私がプロレイクも社運をかけてやってると思うから、<laughs> すごい <laughs>、あの、感じるのね、視線を。は社運かかってるーっていう視線を感じるから、お俺にかけろ、俺にかけろって <laughs>、俺に投資しろ <laughs> 僕自身もね、プレッシャーかけて、いいから黙って俺に投資しろ。ジュン、いいとこあんな。ジュン。 かっさいいとこあるんだよなああ危ない危ないウジ虫みたいにすぐジュンって言うとこやった、はい、ああ言うてたけど、はい、<laughs> ええとこあんねんえー、やつやねんああ <laughs> <laughs> いやー悪口も言ってたぞ悪口は別にあの日常会話だからセーフ愛があればへえ対面で準予備して それはまた別の話ということでねなんもい,いきなりやつきついなうーんいやー俺は俺の枠やったんやな <laughs> <laughs> 普通に嬉しかったわ <laughs> 俺は俺やったんや照れるねこれなかなかほんとちょろいなお前でうんはい